はい、YouTube をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。本日もこの3人でお送りいたします。現実コーポレーション、マミヤグループ、まっちゃんと4代目加工山豆腐、ふみくんとスパゲティハウス横井、3代目横井慎也でお送りいたします。よろしくお願いします。では皆さん、改めましてですね、明けましておめでとうございます。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 おまめチャンネルをよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということですね、うん、今日ここまたロケでございます、ね、うん、どこでしょう。ここはね、比叡山、はい、延暦寺、はい、延暦寺、ね、そうました。今日はね、だいぶ登ってきましたね。登ったね。登った、ね、山道すごかった。ね、すごかった。もう酔っ払いそうだった、ね。だけどさ、今から行くよ。あの根本中堂。はい。根本中堂。これね、比叡山の延暦寺の中でも、延暦寺ってお寺がこういっぱいあるんだけど、はい、その中でも一番ね、言い方どうかわからないけど、マストなね。あ、マスト、はい、はい、ところ、スポット。もう絶対押さえなきゃいけない。ね、そう。天台宗って言ってさ、うん、仏教はあの全てここの天台宗っていうところから成り立っててさ、はい、そう。で、何のためにここに来たか。うん、何のためにここに来たか、うん、去年いろいろあったもんね。そうですね、めちゃくちゃやられましたね。大変だった1年で。そうそう、やられたいうかさ、うん、まあ、コロナの、まあ、さ、みんなね、平等にこう与えられる試練というか。そうだね。そうそう、だけどこう楽しくさ、ね、なんか行きたいじゃん今年は、はい、特に、うん、ね、比叡山延暦寺っていうのは、はい、一宮を照らすっていうね、はい、うん、何でも知っとんの1200年前のね、一発目1200年前の、うん、そう、最澄さんがね、うんうん、こう言ってくる一宮を照らす、ここも調べましょう。一宮を照らすね、多分出てますね、ここ。ちょっと真面目な始まりになりましたけど、はい、うん、素晴らしいことだ、はい、っていうことで、はい、今年はバッチリやれるようにさ。そうですね、いい年にしたいですね、うん、そうそう、フェイステックカーペットもねもっといっぱいこう、今日寒いけど、まあ、ふみくんもね、はい、今年はお豆腐、お豆チャンネルはなんかお豆腐のさ、我々もほら、そうそう、お豆チャンネルっていうか、ね、もうお豆つながりだからね、うん、そうでしょ、うん、そうそう、頑張ろうよ、頑張らんと、ね、はい、じゃあ行こうか、早速行きましょうか、うん、ね、はい。そう、すごいところに来ましたね。そうでしょう、はい、これね、はい、ここはさ、比叡山の中でも横川っていう地域なのね。横井ですか。横井はあった横川、横川とか言って横川でしたね。そうそう、はい、横川とか言って横川、はい、そう、ここはね、岩山大師堂って言って、はい、岩山大師さんっていうね、こう、なんか見たことある、角大師さんってね、うん、本当に疫病のね、うん、神様なんですよ。そうそうそう、昔京都のね町で、はい、疫病が流行った時にこの岩山大師さんがね沈めてくれたっていう、そういうとこです。おみくじってあるじゃん、はい、大吉とか吉、あれおみくじのね、はい、発祥でもあるここは。書いてありますもんね、おみくじ発祥の地。そうそう、へえ。なんでやっぱさ、みんなのために早くコロナ収束ということでさ、はい、やっぱね、そのために来てるから、はい、
北の天満宮です。天神さん。天神さん。そう、北の天満宮。頭良くなると思います。頭いつある？どうする？ね、なんかもう間に合わないらしいっすよ。そう。間に合うよ。いやいや、まだ毎日勉強だって言っとるでしょ。はい、そうですね。そうそうそう。で、学問もそうだし、はい、これ学芸とかさ、はい、もう何でもあのやっぱ菅原道真とかだもんね。ご利益あるらしいからさ、頭だけじゃないんですね。俺もっとカラオケの点数上げる。しょぼい。しょぼい。しょぼい言うな。じゃあ順番に聞いていきましょう。俺はもうちょっと背が高かった。 OKOK。 それ、ね、俺じゃあプレゼントがあるのいいの。もうシークレットプレゼント。ありがとう。 29.5 です。いいですか。でかすぎるわ。おかしいわ。じゃあ、あの顔でかちいよ。僕はもうあれっすね、小さくしたいな。小さくしたいな。前に行くの。そっちでしょ。さっきからずっと見てたらめちゃくちゃ美味しそうでさ、これ京都ではこれ有名なの。これが本当にそのさっき言った亀石県っていう場所のお団子の発祥ということで、お団子の発祥、本当に天満宮でやってるか芸舞妓さんの踊りの会場だけしかやってないので、名古屋だとこれみたらし団子みたいなベースで、みたらし団子ってほら醤油ベースの甘辛だれでこう焼くんですよ、お団子を。でもこれが違うの。タレはこれ黒蜜なんです。黒蜜だって黒蜜ないと思う。ないない、初めて見ました。黒蜜珍しいよね。食べたことなくない。ないないない。名古屋の人知ってるのかな。いや知らないんじゃないですか。知らないよね。名古屋のみたらしよりもちょっとちっちゃい。ちっちゃい、ちっちゃい、小ぶりですね。小ぶりなっとるね。で、あれあ、きなこ、きなこ、やばいやばい。これ、助手受けだいぶするんじゃん。映える映える。ちょっとね、小耳に挟んだんだけど、それやめといて。いやいや、だってさ、怒られますよ。じゃあ、聞きたいじゃん。初対面、初対面。いやいや、聞きたいじゃん。いいのかな、いいのかな。だから、奥さんが、年上なんだけど、別品さんってことで、超有名らしいの。京都の有名人らしいんですよ。名古屋で有名な。奥さんも、十何代目ってことで。11代目。うちが100年なんですけど、奥さんが250年。頭上がらんやつ歴史で負けちゃう。なんかね、ネットでもものすごい出てる別品さんの奥さん。そうですね。奥様何のお仕事、お商売されてるんですか。岩清水八幡宮のところでお餅屋さん。お餅屋さん、シリーモンスです。恋愛結婚。そうか、すごいややこしい結婚なんで。ややこしい。後取り後取りの結婚なんで。ほんと。でもそんな綺麗だったのね。ワンチャンないのかな。
何のワンちゃん、ないないない、何のワンちゃん、ないの、予定内のリポートするよって、ほらほらほら怒られるか、まあでもね、お幸せに、ありがとうございます、また近々来ます、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、お団子買って帰りました、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと戻ってきました、はい、お前、後ろすぎるじゃん、なんで俺だけ前にいや、そんなことないっすよ、狭い狭いね、お団子、北の天満団子、はい、そうそう、あの、太田くんだったっけ、太田さんですね、5代目の、ね、うわ、よかったね、意外に別品の奥さんもおる、うん、そうですね、奥さんいたかったね、確かになんで呼んでらんかったの、ワンチャンあったかもしれん、ワンチャンだな、どうするの、俺が11代目になったらどうするちょっとダメ、これ七軒団子さっき、あれあそこで食べれんかったんだよね、そうですね、テイクアウトさせてもらいました、これ珍しいよね、だからこれ美味しそう、ね、黒糖でしたっけ、いいね、だからほら、なんていうの、みたらし団子、うん、本当は名古屋みたらし団子だけど、黒蜜が、はい、黒蜜だよね、うん、本当にこれ変わっとるね、じゃあ、行きましょうか、はい、今日は特別編、3人でおまめんの試食相談行きましょう、いただきます、うん、ほら、こぼれとるわ怒られるよ、柔らかい、柔らかい、え、想像と違いましたね、あ、でも、みたらし団子の黒蜜きな粉そのままだよ、あれ、珍しいですね、クソかそのまま、意外と弱いっすね、違う違う違う、美味しい、ね、うまっ、どういう感じだ、食担当的にはどういう感じ、これプロプロプロ、みたらし団子の高級な甘いやつ、うーん何それ、なるほどね、怒られますね、5代目さん、あれでうまいこと言うね、うん、そりゃさ、はい、人のところさ、あのしびしゃぶの揚げ食ってどん兵衛のうまいしやつあれでもだいぶ範囲があったみたいですけど、ね、僕の友達も、うん、あれを見て、うん、どん兵衛の上位互換だけを食べたいってお店を何軒か予約してるみたいな、ほんと、はい、あ、ほんとよかったわ、おいしいね、おいしかった、うん、黒蜜の品があるわ、うん、いや、もっと買ってこればよかったこれね、そうそうそう、うん、まあいいじゃない、またね、今度来た時買える、うん、皆さん行ったらね、ぜひ上七軒の、うん、七軒団子、はい、絶品でした、おいまつ、はい、ぜひ食べてみて、大田くん、大田くんいじりに行ってやってください。あんまいじりダメですよ。じゃあもう行こうか、もう。腹減ったでしょ、腹減ったでしょ。はい。日本酒飲ましてもらえるらしいよ、今日。あ、マジですか。どうするの、酔っ払う。酔っ払うから、あれ、いつも呼ぶんだよ、そして。何が、いつも呼ぶ、あ、そうだな、ここから結構3キロぐらいあるから。あるある。まあ、もういいタクシーでもな、うん、道込むしな。よし、俺さ、特技持っとる。特技持っとるね。均等より早いやつ。早いやつ。フェイステックカフェ。フェイステックカフェ。カモン。フェイステックカフェ。カモン。お待たせー。あ、来た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 。お前ら、まあ、ここどこか知ってる、ここはね、うん、言っときますよ、はい、拍手したのだいぶ編集大変だよちょっと聞いといてよ、ちょっと聞いとく、拍手したのあ、それ言っちゃいかんやつじゃん、深夜ダメだってもうお前帰ってどーこ、すごいトロトロですね。あんたたち本家に本家に振るな。いじりすぎだわ。本家に振るな。おまめん試食コーナーだ。イエーイ。っていうのをお願いしてもいいんですか。橋本さんやってもらっていいですか。せっかくなんで、はい、一緒に行ってもらっていいですか。あのおまめん。試食コーナーっていうだけ、おまめん、おまめん試食コーナー、普段はありえません、またまた来ますよ、おまめんの試食コーナーバージョン2、ちょっと、はい、
何回か言うけど、はい、顔がでかい顔がでかい橋本さんいじるんだゲストいじるんだ橋本さんもいじらんと仲良しだもん白砂孫さん白砂孫さん白砂孫さん